意外と駅から歩いて行ける距離にその満喫もあるみたいですし、で安いんですよ、1800円とかってなってたんで安い。やっぱねちょっと外れると相場が一気にガクッと安くなるんで、岡山の駅前4000円とかってなってたんで、半額以下ですからね、2000円差大きいよね。それだったら一駅特定区間の新幹線使ってもらうっていうチート技が使えますからね。でもここまで来ちゃってますからね。で、どっちだっけ、向こうってなってたか。で一応まあ可能性薄いですけど、一応、満期と狙いに行って、ただ一応こっちに商店街があるんか、で奥にイオンもあるみたいなんですよね。で商店街の方から、あ、一応夜ちょっと食えそうなところありそうだな。そっか、今回別に俺酒飲んでいいんだ、忘れてた。お金の制限があるね、金銭制限があるんで、すっかり忘れてました。別に車乗ってきてねえから酒は飲めるな。屋台寿司もあるな。はあ、はあはあ、なるほどな、なんかいろいろあるね。結構立派な駅ですね。メカラコは本当に初めて降りたな。ちょっとカメラ変えようか、派手にしてましたからね。あんまし変わらんかあんまし変わらんけどね、いや、あっちのカメラの方がいいな、やっぱ待ち時進む、やっぱこっちの方が手ぶれも多少マシになるのかな。うん、あ、屋台寿司もある、西村やってるから、いざとなったらマックの辺りもありですね。まあ、でもどうせやったらね、こっちならではのねやつとか食べたいですけどね。一応ステーションホテルとかもあるんで、もう最悪野宿は免れれるのかなということですね。言うて現金もね結局使ってなくて、まあチャージでとかって1000円だけですからね、まあ実質ゼロですかね、冗談抜きもね。でも溶岩焼きとかあるんや、意外と、おー、なんか意外と涼しいな今日。風もなんかベトッとしてないし、いいな今日。で、ずーっと抜けて、ここは坂出し酒、はあ、でちゃんと繁華街、意外とちゃんと繁華街になってますね。あ、招きもあるじゃん。一人利用は制限かかってるか、今日はお盆ですもんね。カフェ、港の方にも直接行けるんや。やけど、ここかな、ここは支度ブランコがいいんかな。ネットハウス、インターネット、安いの。やってんの、でもライトついてるな。ああ、でも港の町って感じになってますね。いいよな、やっぱ駅前から越えてね、整備されてるといいよな、四日市もな。港町北感があんましないもんね、駅前にスーパーホテルがあって、一応この通りかな、ずっと行ったら
快活クラブがあるみたいなんで、ブース席空いてなかったら最悪マッサージチェアでもいいですからね、確保したいな。どこかな、マックがある、やっぱマックの近くらしいからな。あ、まあいささなったらマック買っときもいいか。マルゲン、あ、マルゲンもあるやん。あ、最悪クッパクではないっすね。さっきの屋台寿司も夜中の2時もやってますし。よし。で、そこがイオンか。昔ながらのイオンって感じですね。暗くても全然見えないですけどね、そこに。規模もなんかジャスコ感がある。多分こっちだとダイエーかな、旧ダイエーかもしれませんね。うん。でイオンの真ん前にエブリーあるんだ。へえ。あ、言うてでもちょっとジメッとしてるのか。歩いてるとちょっと汗かいてくるとベトッとしてきますね。セブンもあるし先は調達できるな。よし。案外条件いいじゃん、ここ。見晴らいいかもな。これくらいだったら全然歩いていける距離ですもんね、駅前から。マッカーのありがてえな、24時間ここ。お泊まりして地元の店とかあったらね。まあ、あれだけ繁華街やったんで、ありそうっちゃありそうですけどね。で、セブンがあって、もうそろそろみたいなんやけど、アルソックがあって、暗くて分かりにくいけどアルソックね、キングがあって、これやっぱ何かは何だろう、なんかほぼほぼ海との、なんて言うんでしたっけ、河口の方のことの堰じゃない、ちょうど海水とね淡水が入り混じるところら辺でしょうね。もうその奥すぐ港なんでしょうね。水面が川の流れというよりは水面に近いような動き方してますからね。ここは進行ありね。はあ、荷物置いてたら無くなってるな。どこだ、お、これか、これか、見えてみるか。
さあ運命のこれです。残りの1シート残っとったら奇跡発生、収録続行でございます。映らなかったらね、あ、残念だったんだなということで、多分無言のちょっとした写真がちょろちょろっと出て、いきなし丸源ラーメンに出るかと思いますけど、よし、とりあえず確保しよう。ではこれね、まあ10分で着くからちょうどいい。あ、ローソンもあるし全然いいじゃん。よし、あとは鍵と機構室が空いてることを祈って、快活クラブ行ってみましょう。